麻雀スタジオ。あんまカジノの存在意義はちょっとわからないですけど。ルーレット回してるだけ。禁煙というルールの、まあ、副流煙ですね。吸ってない人が煙吸わされるっていう、なんだろう、理不尽に、不快感を強制的に与えられるから、ダメダメと。なので、なんか腕に、なんかシールを貼るとか、ガムを噛むぐらいであれば、別に、文句言わないと思います。この前の告知のリベンジにならなかったですね。なんだろう。何狙うか分かんない手格好です。天杯タバコ。あ、雀荘だと、でもタバコ吸う人だと、こう、一服っていう言葉と一緒で。天杯、ビーチかける。ビーチかけると、あと自分休憩です。作業です、あと。スモークテキルの作業になるんで、こう、なんだろうな。習慣ですね。そのタイミングでニコチンが欲しくなるわけじゃなくて。ちょっと時間が空いたら、その時間を使ってタバコを吸うみたいな習慣がついてると、テンパってリーチかけた後に火つけるみたいな。あるあるのパターン。タイガーウッズの、なんか、詳しくないんですけど、タイガーウッズの、そういう白い薬を使って今逮捕？そんな話題が出てます。いや、これは、どうたくどうも。二軒リーチは、まあ、二軒リーチ困りますよね。安牌がないんで。つもり参考になったらリーチでもしようかなと。お、お。うわ、今日、お、お、お、中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 。マジで？すごくない？マジか、こんな手見たことないぞ。すげえ。すげえや。4まで出んの？いやいや、MJ で初めて見たわ。すげえ、10連。興奮冷めやらねってやつで。はい。ちょっと映ってますかね？映ってますかね？多分映ってると思います。ハイパイ、ハイパイ全然中連じゃねえじゃん。ハイパイは、まあ、無理無理泣いて鎮逸ですら難しい。リャンゾー。ああ、まあ、ちょっとちゃんたと、ソーズの伸びも見ますけど、嘘、赤嘘の時点で、ちゃんとはないなと。うん。ヤンゾー、おお、すごい、かぶらないで。ヤンゾー、イーソー、チーソーと。今んところ無駄相撲なし。トン。まあ、トンはつもぎり。せめて、右の人これは染めてですね、ぐらいは。読めていてもおかしくなかった。ちょっと待って。ウーソージャン島のリャンペイコーも見えてきましたね。おお、来た！ウーソー来た。急走来るとちょっとワクワクしますね。
すごいな。おー、足りない、ロウソウ来た。まあまだ、イーシャンテンですね。イーシャンテン。天敗ではない。まだイーシャンテンです。安めをスルーすると、おお、来た。イースーソー、ウーソー。イーソーは残り1位。ウーソーは残り1位。スーソーは残り4。ヤンゾーをつもぎって。ちょっと私もこれ、ソーズだなっていう言葉すら出なかったんで、まあ場が見えていなかった。アテンパイ。私は、関数層待ちですが、まあリーチせず。上は、二刺しでチー。まあ、K 点狙いと。左は単品系。数層掴んで、ドーンと。すごいな。数層はワンパイに2枚死んでる。ワンパイに2枚死んで1枚チーされてるんで、ラス数層を出上がり。すごいな。